はい、こんらぎでございます。ひいらぎみゆです。今回ですね、僕の友達に YouTube とジムの経営で生計を立ててるオパシっていう男がいるんですけど、その人がよくやってる晒していいと思っていう企画があるんですよね。はい、それに近しいことをやりたくて、今回はインスタグラムで、質問を募集しました。はい、なので、そのね、質問に答えていこうかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。まあ、背景は荒野行動です。よろしくお願いします。ということで、最初の質問ね、この動画にふさわしい質問来ました。荒野行動は嫌いですか？嫌いだったらやってねえだろな。嫌いだったらやってるわけねえだろ。大好きです。たまにね、最近ずっとね、俺荒野行動ね PC 版やってたんだけど、ちょっとねスマホ版もね上手くなりたいっていうことで、たまにね iPad 使ってね、生放送とかやってるんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、続きまして、ヒイラギさんが好きなアニメトップ3ということなんですけども、悩むね、これはめちゃくちゃ悩む。トップ3じゃ上げられないぐらいだ。まあ、個人的に好きなアニメはなんだろう、第3位ヨルムンガンドっていうアニメですね。はい、武器商人っていうね、その例えば、まあ、荒野行動とかにも出てくるアサルトライフルとかスナイパーライフルとか、そういう武器とか、あとは、ね、ミサイルとか、そういうのを、売るために、旅をする、武器商人の話です。はい、めちゃくちゃ銃とかね、武器とか戦闘とかいっぱい出てくるんで、荒野行動好きな人でね、まだ見てない人は損してるんで、ぜひ見てください。はい、そして、第2位攻殻機動隊。はいね、まあ有名なアニメなんでね、皆さん知ってると思うんですけども、やっぱりね、そのちょっとねサイバーパンクな感じでございますね。その人間の脳が、完全にこう電脳っていうね、機械の脳に、なるのが当たり前になった、近い未来の話みたいな感じなんですけど、めちゃくちゃ面白いんで、ぜひ見てみてください。ちょっとね話難しいんで、エヴァンゲリオンみたいな感じでちょっと話ね難しいんで、はい、まあかっこいいみたいな感じで見るのをおすすめします。そして、第1位は、ラッキースターでございますね。はい、俺の青春といっても過言ではない。ラッキースターは面白いです。ぜひ、なんか俺ね、日常アニメ最近全然見なくなっちゃったんだけど、ラッキースターだけはね面白いんでね、結構見ちゃいますね。はい、ぜひ見たことない人は見てみてください。他にも、まあ、ブラックラグーンとか、ギャングの話ね、ギャングの話とか、あとなんだろう、オーバーロードね、異世界転生系なんですけど、幼女戦記とか面白いアニメ結構あれなんで、アニメ好きの人はね、俺の雑談放送とかでアニメ話振ってもらえればめちゃくちゃ語れるんで、雑談放送に来ていただいてちょっとお話ししましょう。よろしくお願いします。続いての質問、これ質問っていうかなんか人生相談だな。はい、全然モテないです。モテる方法を教えてくださいとのことです。モテる方法ですか、難しいですね。僕もあんまりモテないんで、あんまりね言えないんですけど、まあじゃあ逆に肝がられない立ち回りをお教えしましょう。ですね、なんかオタクくんにありがちなことなんだけど、女の子と喋って女の子が笑ったら、あ、もしかして僕のこと好きかもって思うオタクくん多分死ぬほどいると思うんですよ。幻想の世界じゃなくて、はい、絶対にやめてください。あのね、そんなことないんで、ただ仲良く喋ってるだけじゃ全然気がないんで、やめた方がいいでしょうね。あと仮に仲良くなって、もしね LINE とか交換した時に、なんかついね気持ちがせって、もしかして僕って君のこと好きかもしれないみたいな感じで勘違い、気持ち悪い告白 LINE を送るオタクくんっていると思うんですけど、絶対にやめましょう。はい、
マジでね、あ、この子とだったら付き合えるみたいな、向こうがもう好きかもみたいなのを、まあそれを勘違いして言っちゃうんだと思うんだけど、確定しないうちは絶対告白しないでください、気持ちが高ぶって告白しちゃう場合があるのにオタクくんいっぱいいると思うんで気をつけましょうね。あとそれに対して返事が返ってこなかったね、やべ、勢い余って俺の気持ち伝えちゃったっていう時に、ごめん聞かなかったことをしてとか、ねえ俺の気持ち聞いてくれた、返事待ってるよっていうオイライン、マジで気持ち悪いんでやめてください。絶対ダメ、晒されますよツイッターで。あと学生のみんな、クラスラインで晒されますよ、気持ち悪すぎて。絶対やめましょうオイラインマジでクソです、はい。まあそれに気をつけつつ女の子と普通に話してればそのうちいい人見つかるんじゃないですかね。頑張ってください。はい、続いての質問です。27歳妻子持ちです。今からゲーム実況者目指すのはやめるべき、やめるべきかやるべきかって言われたら仕事を辞めてまでやるべきことではないですね、はい。ゲーム実況者ですね、今ね多分増えすぎちゃってるんですよね実は、かなり競合が増えてる印象ですね。有名人もやってるし VTuber もいるしね、あと普通にどんどん伸びてきてるね、若手の子みたいな感じでどん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 いろんな人が入ってきてるんで、かなり、以前のゲーム実況なんかと比べ物にならないくらい、パイの奪い合いになってます、はい。正直多分供給過多かなと思います。需要と供給のバランスが崩れている印象です。ゲーム実況を見るやつなんて死ぬほどいるだろうみたいな感じなんですけど、正直そのゲーム実況者に対して視聴者がむしろ少ない状況になりつつあるのかなと思います。なんでこれから先もし伸ばしたいんだったら YouTube から始めるよりは TikTok とかでなんか面白いシーンみたいなのをなんかポンって上げておすすめで伸ばして、そこから YouTube に移行するとかの方がいいかもしれないですね。 YouTube 単体で始めるのはかなり厳しいかもしれないです。よろしくお願いします。はい、続いての質問です。YouTube 以外で今新しく仕事もしくは会社を始めるなら何がしたいですか。そうだね、俺ね YouTube の他になんか仕事をしようって思わないよね。なんでかっていうと仕事がしたくなくて YouTuber になったから、社会の歯車になって、ね、上司にいや本当なんだらさんすごいです、本当部長助かってます本当ありがとうございますって媚びへつらうのがマジで不愉快すぎて、あの YouTuber になったんで、あの YouTube 以外のことをやりたいって思わないんですけど、でもあえて何か仕事をやりたいとしたらなんかカメラマンになりたいですね、写真を撮る仕事をしたいですね、まあ、どの道ねクリエイティブな仕事だから結局なんか大変なことは大変だと思うんだけど、普通のねサラリーマンの方とか大変だと思うんですけど、でもなんかね俺みたいな素人でねなんか好き好んで写真撮ってるやつが何言ってんだって感じだと思うんですけど、なんかそういうクリエイティブな仕事がしたいですねやっぱりね結局。だからまあインスタグラムとかにもねあの写真とか載っけてるし、今回の質問もねインスタから募集したんで、インスタグラムねまだフォローしてない人はフォローお願いしますということでよろしくお願いします。はい、続いての質問です。悲しいことがあった時の柊木先生流の立ち直り方ということなんですけども、まあそうだねやっぱり同じですかね、やっぱ気持ちよくなることが一番大事だと思うんですよね。やっぱリフレッシュにはが一番ですっていう、まあ冗談は置いといて、俺の場合はなんか雑談放送とかだね、雑談放送でなんか喋ったりとかすると割と気持ちの整理がついたりするかなっていう気がします。他にもなんかこう一人でなんか黙々となんか何かに打ち込んでる時っていうのが一番ね、心に
こう整理、心の整理をするのがねできるんで、自転車とかいいですよね、はい、なんか悩んでる時とかは自転車で 2,30 キロバーッと走って、なんかあーでもないこうでもないって考えながら、こう無心でピュンつって 2,30 キロ走るってのが一番心の整理がつきやすいかなと思います。自転車持ってない人とかは、まあ、ウォーキングでもいいしジョギングでもいいし、なんか体を動かしながら頭の中を整理させると、なんか嫌なことがあっても立ち直れるんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあラストの質問とさせていただきます。高校でしといた方がいいことってありますか？これね2つあります。俺の中でこの2つだけは絶対にやっといた方がいい。それはまず1つ、部活。これはガチ。俺ね勉強はねやりたいやつ、そのなんだろう、例えば大学、いい大学に行きたいとか、その将来こういう目標があるみたいな人は絶対に勉強はすべきだと思うね。でも俺目標とかなかったから、うん、やりてえ仕事もなかったし、ぶっちゃけ大学っていうか勉強嫌いだったから俺ね、勉強死ぬほど嫌いで、高校になってから多分勉強のために机に向かったことがないぐらい勉強嫌いなの、うん、でだから大学にも行きたくなかったから、勉強は大学に行きたいとか、将来こういう仕事がしたいと か、 なんかそういう人はちゃんと勉強した方がいいと思うけど、それ以外はね、うん、勉強じゃないの、部活だね。なんでかっていうと、あのね、例えば陸上とかバスケとかサッカーとか野球とか何でもいいんだけど、あのね、大人になるとねそういうのに時間を使えなくなる、うん、土日にね草野球やるとかさ、例えばゴルフやるとかさ、なんかそういう使い方もあるけど、何かその運動でも芸術でも何でもいいんだけど、そういうのに本当に時間を割けなくなっちゃうのね。だから学生の頃あれやっとけばよかったな、これやっておけばよかったなみたいな、多分思うことになると思うんですよ、うん、俺がやっておきたかったのは、学生の頃やっておきたかったのは吹奏楽、フルートとかやりたかった、あと美術部とかもやりたかった、あとはねスポーツ、剣道もねもうちょっと続けたかったなと思いますね。中学生の時剣道だったんですけど、剣道ももうちょっと続けたかったですね。なんかねいろいろやりたいことを、なんか大人になってから、あこれやっとけば面白かったかもなみたいな、ね、特に音楽とかなんてもう吹奏楽なんて家で吹けないじゃないですか。あと、ね、サッカーやりたくてもやっぱりその土日集まってやるとかぐらいしか、だから月に1回とかやれるかなとかだと思うんですよね、うん、だからやっぱりね部活はね絶対やるべきだと思う。まあ本当によほどやりたくないんだったらやんなくてもいいと思うけど、なんだろう、でもゲーム以外のなんか楽しいこととかそういうことはやっぱ部活を通してできることいっぱいあると思うんで、部活はねできればやっといた方がいいと思います。でもう一個ね、二つあるっすよね。もう一個、恋愛です。これはガチ、これはガチ。高校生までに女の子とのコミュニケーション、男の子とのコミュニケーション、これできないとガチできついと、うん、大学に入るともっとね自由になっちゃう。自由になっちゃうってことはそれだけ自分の行動でかなり左右されると思うよね。だけど高校生までだいたいクラス一緒じゃん。でそのクラスの中で結構長いこうあれじゃん、活動するというか一緒に過ごすわけじゃん。そこでコミュニケーション能力を培っとかないと大学とか社会に出てから恋愛はちょっと難しくなるんじゃないかなって思います。はい、なのでまあ将来後悔しないためにも部活と恋愛、これはやっときましょうね。まあでも部活のために恋愛禁止みたいな厳しい学校もあると思うんですけど、俺はそうは思わないですね。恋愛禁止でね厳しい部活やらせてね、こじらせた童貞ね、ビーストを生み出すな学校側は、なやめてくれ、ビーストを生み出すな、
恋愛禁止で女の子との付き合い方がわからない童貞男を量産するんじゃないと思ってます。はい、そんな感じです。ということで、今回は、まあ、インスタでね、質問募集をさせていただいたんですけれども、まあ、いくつかね、答えさせていただきました。はい。またね、やろうと思うんで、インスタグラム、まあ、ツイッターでも募集するかな。ツイッターとインスタグラムの、フォローを、ぜひともよろしくお願いします。ということで、ここまでご視聴いただき、誠にありがとうございました。またな。